なに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 ボーピープで来るなお前。どうもこんばんにちは、プチプチです。ダダダドゥエーガーアーダガダガダダ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 ダジェシージェシー、俺のブーツにはガーガルヘビ抱っこして。フォーキー、お前はおもちゃなんだ。ゴミ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 。私の名前はワザートイヤ、ウツウツの平和を守る宇宙戦士だ。トイストーリーを1から4まで見たのはすごいわかるんだけど、早く始めてもらっていいっすか。まあ、ところでね、チェストからの脱出、早速やっていきたいと思います。ギャビーギャビーよ、やりましょう。壊れてるくせに。土地！おじいちゃんは、僕と同じ年の頃、一体どんな子だったの？ギャビーギャビーよ。それはもう、何十年も前の話になるな。この古びた家が、まだ傷一つない頃の話だ。天気が悪くて外にも出ない日々なんかは、よく屋根裏で遊んでいたんだ。ある日、いつも通り屋根裏部屋で遊んでいた時、それはもう不思議なものに出会ってしまってな。それは世間で言う、小人という存在だった。間違えては踏み潰してしまうほど小さかった。そいつはとても臆病だったが、なぜか私にはとても懐いてくれたんだ。だから私はそいつらの村を作ってあげたんだ。どこにかだって？私が使っていたチェストの中でよ。そんな話とても信じられないよ。小人なんて僕見たことないもん。ああ、まあそうだろうな。とても信じがたい。でもこれだけは忘れちゃいけないぞ。この世界にはまだまだ知らざられるものが存在していることを。母、さっさと引っ越しを準備して。チェストからの脱出。コミトってことはギャビーギャビーで正解じゃないか。そういうことなの？そういうことだよ。トイストーリーなのこれ。なんだこれ、これはどこなの？これ家？すげえボロ屋敷なんだけど、なんだこれは。当たっちゃった。あ、なんかある。当たっちゃった。何してんのお前。扉があるわよ。あ、トイレだ。すげえ古臭い。あ、これお布団やん。あ、これ布団か。今時ね、マイクラで布団なんて見たことなかったから。ここにも扉があるわよ。え、あ、ほんとだ。その設定はいつまでやるの？ギャビーギャビーよ。うるせえ、それしか喋れねえのか。背中の紐ひん抜いてやろうか。なんかあるよ。金の剣、金目になるものだから盗んでおこう。あ、なんかハムカハムカ選手だってこれ。スキン変えんなよ、もういいから。ちょちょちょ、見てほしい見てほしい。フォーキーになりさせとんねんお前。おじいちゃんがなんか作ったチェストの小人たちの家に行きたいよね。あ、屋根裏部屋の通路はロックされています。ここに入れるってことか。ゴミなんだ。もういっそのこと捨ててやろうかお前。やだやだやだ。あった。どこ？お風呂お風呂。あびっくりした。二重顎のバズライトイヤーは置いといて。あった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 。あれ、ここあったっしょ。ここ、屋根裏部屋の鍵。よっしゃー、これで屋根裏部屋だって。マジでトイストーリーなんだけど。やばい、ガチでトイストーリーだ。別にそれ意識してやってるわけじゃないんだけどね。よし、入れた。よし、俺たちもこれで屋根裏部屋に行ける。屋根裏部屋に行こう。屋根裏部屋に行ってみよう。かど、おっ、ひなこ、チェストがある。チェストがあるか。なんか入ってた？いや、開けてみるよ。開かない。で、なんかね、ここにね、謎のマシーンっていうのがあるんだよね。これを多分起動させないと、開かないのかもしれん。あーちょっと慌ただしいやつだな、ほんとに。あ、これがホッパーだ。あ、これホッパー。お、謎の鍵。じゃあ、これを謎のマシーンに入れるってことか。はい。はい、なんか動いたぞ。お、なんだ、体に異変が。何が起こってるんだ。わー、あの方のお孫さんだ。この世界に招待しよう。おおこれはどうなっているんだ。レックスがいる、レックスがいる。レックスめっちゃ美脚じゃね。おい、ひなこ、なんじゃ。これチェストの中じゃないか。これこれはチェストの中なのか。あ、第一村人発見。こんにちは小人さん。あ、こんにちは小人さん。え、とりあえずさ、どうしろ、どうする。なんか見て、なんか中にあるよ。ほんと、中にある。多分上から行くんだよ。なんかアセチックっぽいのあるんだけど。マジかーい。とりあえずは家の中入ってみよう。オッケーオッケー。情報収集だ。あ、見て、花にまつわるコードって書いてある。そしてかぼちゃがここにある。おちんちん見て、あそこ。俺のことおちんちんって呼ぶのやめてもらっていいでしょうか。確かに生えてるけど。4って書いてあるね。ってことはかぼちゃが4ってことかな。あ、なんか花っぽいのあるぞ。矢印が書いてある。じゃあこっちから順番にって意味かな。ああ、初見台、苗木のコード、数字4桁の暗証番号だって。あ、
あ、見つけちゃったね、あんたね。だ、まあこれがコードになってんだよ。で、この 1,2,3,4 桁のやつをここの苗木のコードに入れるってわけだ。やったかか、やってもったわ。隠し通路これ。あ、アンカーな、ここに指無限。何をさせられるんだうちらは。まあいいや、他の部屋見に行ってみよう。まあ、こっち入るか、空いてるところ。なんだこれ、ボイラー室みたいな。あ、初見台があるよ、上に。壁に埋め込まれたアカシアの木材は見えない道を指しているよ。あ、アスレチックのとこか。あ、ほんとだ、あれ見えないやつか。ボタンがありますね、ポチ。なんか出た、なんか出た、なんか出た、なんか出た。エンチャントがつく、これで。あ、そういうことね。で、なんか答えなさいってことだよ。こっちだ。こっちの部屋行こう。うわー、チェストばっかり。あ、紙が入ってる。紙が入ってんのか。うん、紙しか入ってないね。あ、こっちだ。じゃあラストの部屋。小人がいる。またなんか道があるね。お、あ、上に出てよ。燃え上が、ほんとだ。うん、こっからアスレか。なるほど、そういうことか。向こう側の壁に設置された三つのへこんだブロックは左から ABC と並んでいます。それぞれへこんだブロックを動かすにはそれぞれのコードを入力しましょう。家の中に3箇所設置されています。へこんでるんだよ、なんか進めないんだよ、アスレじゃ。うん、いけないところがあるから、だからコードをクリアするとアスレでいけるようになるよってことだ。そういうことか。こっちさ、もうここいけるよ。中入ったら出てこれる、それ多分。とりあえず入っちゃう。ジャバン、なんだ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 、なんかいっぱいあるぞ。弓ここで使うのか。矢が持ってないから後々ここで来る感じか。でもこっから出れるじゃん。まあとりあえず謎解くか。こっちにもあるよ、ほら謎。本当だ、すごい楽しい。あ、お兄たん。はい、お兄たん、お兄たん。はい、チンコチンコ、ここ。あ、ゴってなってる。あ、わかった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 。何これさ、何の木にか、何の木これ。暗いジャングルかな、これは。ジャングル、じゃあジャングルが5だ。じゃあこれは、これダークオーク、オークかな、わかんない。オークだ、オークかな。で、多分これが4。ジャングルってどれ、これ。それだね。ってことはこれが4で、これが5で、あと2つ見っければいいってことだ。数字の看板をとりあえず探そっか。オッケーオッケー。あるかな、なんか。あ、待って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 、看板1個あった、ほらここ。8だ、8。あと白樺だけかな。あ、白樺、待って、あれじゃね、ここから行くのか。ひなこちゃん、こっちだわ。え、面白いんだけど、いろいろなアスレチック。いける？あそこか。オッケー、大丈夫？あ、仕事戯れております。まあ見てきていい。2です。これで全部揃ったんじゃない。4285。オッケー、4285入れます。はい、あ、入ってった。やった。コードが認証された。 A のへこみが動いたみたいだ。ほら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 、1個これ出てんの。あ、ほんとだ、こうやってやってかないと進めないよってことか。面白い、めっちゃ面白いなこれ。はい、私最後アスレチックちゃんとやんないと出れないじゃん。そういうことです。はい、頑張ります。残りの問題で、あと2つあるんだけど、多分どれのことかな。もう1個多分見つけてないよね。アカシアの木をさ、伝っていけるんじゃない、見えないブロックのとこ。あ、あ、あ、そういうことか。あ、はい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 、こういうことか。おー、怖い怖い怖い。あ、あるよ、なんか。なんだこれは、チェストがある。花にまつわる書物。スズランは3、ヤシャクキは5。絶対読み方間違えてる。はいはい。絶対渡さないもんじゃん。読めな、私もこれ。本焼いてやる。おい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 、燃える燃える、本当に燃える本当に燃える。まあこの本によると、これが3で、これが5です。これ3、これ5。わかりやすいでしょ。わ、うん、全然わかんない。じゃあタンポポは8だね。で、8たす8が16。あ、16かける3は48かな。48で入れてみます。ポイポイ。あ、入った入った。お、コードが認証された。 C のへこみが動いたみたいだ。お、あと1個どこ。あと1個何なんだろうね。あ、あれだ、弓は、弓がないんだよ。あ、矢を探せってことか。矢あった。あ、矢めっちゃあるやん。やりに行こう、やりに行こう、やりに行こう。外したら終わりだ。閉めるなよ。外すだろ。じゃあこういう時はね、前ひなこちゃんが教えてくれたこのね、設定で、ビデオ設定で、この視野を一番下にすれば、ほら近い。めっちゃ近い。めっちゃ近いんだけど、こんな外すやつ、外すやつ絶対いないでしょ。ほら。ナイス。ほら、絶対外すやつ、絶対外すやつなんていない。お？やったね。今マウスがちょっとずれたんだよ。ほい！
オッケー、顔近っ。早く設定直せよ、画面の B のやつが動いた。よし、ようやくアスレチックだぞ、ひなこ。よし、行きましょう。アスレチックです。ゴー。アスレティック、アスレティック、アスレティックティン、アスレティック、アスレティック、アスレティック、ティンティン、アスレティンティティン、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 ティンティティン。それは俺に言ってるの、アスレチックに言ってるの。おいぞ、ひなこ。めっちゃ上手だった今。めっちゃ上手、上手だったね。そこはね、ちょっと後ろから行くと。死ねえ、ハゲ。あ、待って、地震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 。本当だ、地震だ。ひなこすごい、ひなこすごいぞ。なんでやねん。地震なんかさ、地震、雷、火事、親父、結構。待って、結構でかくない？大きいね。結構でかい、結構でかい。あ、やばい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 。これやばいぞ。一旦止める？一旦止める？あ、結構でかい。地震だね。あ、私は全然大丈夫よ。ほら、いいじゃない、ひなこ選手。上手になってきてますね。これだったらワールドカップにも出れちゃうから。ワールドカップないから。はい、来た。オッケー、行くぞ。ほい。ねえ、怖い、そこは怖い、ちょっと。大丈夫、大丈夫。はいよ。オッケー。来た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 。オッケー。オッケー。で、あとここをピューって乗るだけ。オッケー。で、あとこれ段差。結構簡単じゃない？危ない。危ないよ。オッケー。いいぞ。ねえ、ねえ、怖い、怖い。うまい。オッケー、もう終わりだよ。オッケー、頑張れ。よし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 。はい、来た。オッケーオッケーオッケー。え、あ、チェストがある。見てこれ、エリトラと、ロケット花火だ。なんで同じことやってんだよお前。行くぞ、ついてこい。え、どこ行くの？ボーピープついてこい。無限の彼方へ、さあ行くぞ。やってんねー。こいつ飛べないバズ・ライトイヤーだと。ウェイ！こっちから、ほら、あそこのほら、通気口みたいなとこに行く。オッケーオッケー。あ、飛べた飛べた。大丈夫？できない。おおお、あれ？どこ行った？あ、来た！来た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 ！来た！ちょっとご機嫌斜めになりそうだったけどね。よし。これを読もう。この装置を起動させれば元の世界に帰れるぞ。よくやった。お前は私の期待通りチェストが出ることができた。この子の小人たちを頼んだぞ。おお、ありがとうおじいちゃん。じゃあな。さらばだ。さらばだ。バズライトイヤー。え？さらばだー。あー、嘘だー。はい、君が来てくれてよかった。また会おう。エンド。帰ってきた。終わった。ただいま。クリアありがとうございます。チェストから脱出をお楽しみいただけたでしょうか。もっと楽しく作れるマップを作れるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。リータ。リータさん、サンキュー。サンキューでーす。じゃあエンディング撮ろう。うん。めっちゃすごいな。めっちゃすごい。トイレで撮んの？というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いや、またね、次回いろいろ脱出マップやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひぜひあのね、感想とかのコメントもよろしくお願いします。私多分今までやったマップで一番楽しかった、これね。めっちゃ楽しかったね。ところでね、また次回やっていきましょう。またよろしく。バイバーイ。